TOEFL と IELTS のリーディングの違いについてお話をさせてもらおうと思います。こんな感じの図をご用意しました。パッと見て気づく点としては、ちょっと IELTS の方が全体的に長めですね。パッセージ一個一個の問題文章も長いですし、回答時間も長いですし。問題タイプはそれぞれ TOEFL のリーディングが、こんな感じになっています。特徴的な問題として、今回私たちはこの Inference の問題と Prose Summary の問題をピックアップしたいかなと思っておりまして、TOEFL の中でやっぱりつまずく子が多い問題としてはこの2問があるかなというふうに思ってまして、すごい特徴的なのが Inference の問題は文章中に答えがないんですね。類推をしなきゃいけない。で、消去法で解くというのが基本の流れになるんですが、論理的に何を消去するのかっていうところが難しいなというふうに思います。あとサマリーの問題ですね。文章全体をちゃんと構造的に捉える力っていうのが求められる。で、結構間違った情報を弾くっていうのは簡単なんですけど、本文中に確かに書かれていたけれど重要ではない選択肢を弾くっていうのが苦戦される生徒が多くて、でこれを、しっかりとできるようになるために文章を細かく管理していく力が求められるという点で、IELTS より文章全体をしっかり見通して解くということと、あと結構細かい部分の合ってる合ってない、書かれてる書かれてないみたいなことに気を使わなくてはいけない試験かなというふうに思います。IELTS の方はこちらどうですか？そうですね。IELTS の方も特徴的なのはこの2番の True False Not Given っていう3つから選ぶクエスチョンがあって、文章に書かれていることと間違っていることと書かれていないことの3つで選ぶんですが、書かれていないことと書かれていることと異なっている、その間違っているっていうのの判別が結構難しい。僕で結構つまずく多いなっていうふうに思います。難しいですね。あとこれすごいのがマッチングパラグラフインフォメーション。パラグラフに番号が振ってあって、でそのパラグラフに対応する題名を一つずつつけていくっていう選択肢の問題があるんですね。これが先ほど TOEFL で申し上げたようなサマリーの問題と求められる思考の種類としては近いかなというふうに思うんですが、文章全体を見て、でこの段落は前の段落とこういうふうに役割が違うんだとか、こういう意味合いでこの段落はここに入れられてるんだみたいなメタ的な理解っていうのが必要になってくる。ただ TOEFL ほど細かいことが聞かれるという印象でもないというのが特徴的だなと思っている部分ではあります。ありがとうございます。TOEFL は全部4択とか選択肢問題なんですけど、IELTS は記述式の問題もあるんですね。スペリングとかに注意することが大事だということですね。あとリーディング特徴的なの TOEFL は2題同じレベル間の問題が出るんですけれど、IELTS はその123と簡単なものから徐々に難しくなっていくっていうものになっているっていうのが一つあるかなと思います。なので IELTS の問題を解き慣れている子がいきなり TOEFL に行ったりすると、その同じ資格試験であるにもかかわらずかなり文章が難しく感じて点数が下がっちゃうみたいなことがあったりします。なのでIELTS を受けている子がTOEFL を受けたら同じ点数を取れるかって言われるとちょっと多分テスト形式に慣れていくみたいなところが必要だったりするので、スイッチする多分 TOEFL から IELTS にっていうのも逆にですね、これはこれでリスニングの形式とかが全然違う、スピーキングとかが全然違うので、これはこれで点数が下がっちゃったり安定しなかったりすることがあると思います。